妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、アメリカのティア8プレミアム級戦車、シュワちゃんパットンさんこと、M47 アイアンアーミーさんだね。うむ。マップは室番か、マッチングはティア8と9だね。それじゃあ初動は、ハルダウンの得意な子だし、東の森にでも行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。味方さんの初動は、前衛向きの車両さんが、西多めで東はちょっと少なめな感じだね。うむ。前衛向きの子が少ない時に前に出すぎると、敵が多い時に飲み込まれちゃうので、最初はちょっと引いた位置で構えるとしようか。了解だよお姉ちゃん。そして敵はティア9重戦車さん1両に、ティア8重戦車さんが2両向かってきてるね。うむ。こちらもエミール2さんが来てくれているけど、あと前衛向きなのは、と、さすがにちょっと甘い動きだったから、見つかっちゃったね。今撃ってきたのは、ティア9の7倍センチさんだね。今の位置で撃たれたことを考えると、結構前目にいるはずなので、これは迂闊に前に出なかったのは正解だった感じだね。そうだねお姉ちゃん。敵の車両数は見えてるだけで7両と、結構な大群だもんね。うむ。しかも見えてない子もまだいて、もっと多い可能性が高いから、ここは完全に防衛モードで迎え撃つとしようか。了解だよお姉ちゃん。この茂みで戦っちゃうね。西で敵の反応、ティア級のコンカラーさんとイタリア駆逐さんは向こうのようだね。パッと見だけど西は、味方さんが数的に有利そうだよね。だね。攻めは西に任せたいね。さらに追加で敵 A、TS5 さんも西にいるねお姉ちゃん。あと見えてないのはブラスクさんとスウェーデン駆逐さんだけど、私の予想だとブラスクさんはこっち側にいると思うんだよね。そうだねお姉ちゃん。私たちがブラスクさんに乗ってる時は、隠蔽を生かせるこっちを選ぶもんね。うむ。なので西は数的優位確定だと思うんだけど、防衛されると厄介な敵が多いね。と、右にチェコ重戦車さんだね。了解だよお姉ちゃん。ナイスショット大妹よ。でも確かに西は数的優位でも、重駆逐さんが2両にコンカラーさんまでいるから、防衛はかなり硬そうに見えちゃうね。だね。むう、エミール2さんが敵に飲み込まれちゃいそうだね。あわう。完全に囲まれちゃってるね。そしてやっぱりブラスクさん、こっちにいたね。うちに行っちゃうねお姉ちゃん。ナイスショット大妹よ。敵さんたち、エミール2さんを倒したからか、前のめりすぎになってるので、ここはどんどん打ち込んじゃおうか。了解だよお姉ちゃん。この感じだと7倍センチさんは落とせちゃいそうだね。うむ。ただこちらもビペラさんがまずそうだね。ナイスショット大妹よ。それと今の攻防の途中で、後方にスウェーデン駆逐さんも発見しちゃったね。うむ。これで自走さん以外は一度はスポットがついたわけだけど、東の敵は全部で9両もいたんだね。あわう。283さんが落ちて、私たちと EVEN93、それとスコジーちゃんだけになっちゃったね。と、スウェーデン駆逐さんだね。ナイスショット大妹よ。むう、ブラスクさん突撃してきたね。ただ正面ならそう簡単に貫通されないから、急ぎ旋回だね。了解だよお姉ちゃん。むう、ウデスさんまで登場なのね。でも、EVEN93 が助けに来てくれたね。うむ。この援護はすごくありがたいね。ナイスショット大妹よ。そして今の攻防で東の敵も3両に減ったので、ここから先は同数対決だね。いいね、お姉ちゃん。むう、ちょっと乗り出しすぎだったっぽだね。ナイスショット大妹よ。T133 にも撃たれちゃったけど、今のは油断かな？棒ダメが580だったから、きっとそうだね。でもこの子の砲塔は、側面にも 65mm の追加装甲がびっしりついてるので、波の油断はシャットアウトってね。いいね、お姉ちゃん。それと EVEN93 が、ウデスさんを撃破してくれたね。うむ。できることなら今の攻防の最中に、敵のスウェーデン駆逐さんが発砲して、
発砲補正で隠蔽が下がったところをスポット、一撃入れたいところだったんだけど、スウェーデン駆逐艦全然見えなかったね。そうだねお姉ちゃん。それに EVN93 が撃たれた気配もなかったから。と、T133 の登場だね。ナイスショット大妹よ。味方さんが結構前目なのに見えないから、スウェーデン駆逐艦はもういないのかも。だね。引いちゃってるっぽだね。ナイス撃破大妹よ。そしたら東にはこれ以上敵はいないっぽなので、ここからはスウェーデン駆逐艦に気をつけつつ移動、南西の敵の背後をついちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。しばらくは味方さんが先行してくれると思うから、このままついていっちゃうね。うむ。そういえば263さんが先導してくれてるけど、263さんってこっちにいたっけ？いや、最初は西にいたから、こっちにはいなかったね。私たちがブラスクさんとオデスさんに絡まれてたあたりで移動を開始して、こっちに来てくれたっぽなんだよね。いいね、お姉ちゃん。む、先行してくれてる263さんが、ダメージを受けたね。自走さんのマークはついてないし、他の子は西だから、撃ってるのはきっとスウェーデン駆逐さんだよね。だね。そして敵陣方面でピコピコがついたね。よし、発見だね。ナイス撃破だ味方さんだね。これで進軍を妨げる敵はいなくなったし、ここからは一気に進軍しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。自走さんが見えたけど、あの一枠墓地になってるところかな？そうだねお姉ちゃん。車線はダメそうだったね。M5353 もダメっぽだね。そして今イタリア駆逐艦がちらっと見えたけど、これは見え方悪すぎだったね。そうだねお姉ちゃん。それにティア級イタリア駆逐艦の砲塔はカチコチだから、できれば車体を撃ちたいね。だね。それか北の味方さんを撃ってるところの横槍で、側面撃ちたいね。よしよし、いい感じの見え方だね。ナイスショット大妹よ。そしてこれにて無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ3231、キル数2、アシスト1303、棒だめ600。スコアは1166でチーム内に、2バッジに凶暴者をゲットだね。今日のバトル。東の戦場はすごい数的不利だったからどうなることかと思ったけど、結果的にはなかなかナイスな粘り勝ちになったよね。いいね、お姉ちゃん。終始は、フル禁断運用だったけど、イベントのおかげでかなりいい感じの黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。